Make the world more sustainable by building trust in society through innovation. Let's carve out the purpose within you. Top First. This is the new project already being carried out by Fujitsu executives. この富士通をこういう会社にすることが僕のミッションだから、パーパスって何ですかって言われれば、これ以外に思い描けないかなって。いや、それこそが僕自身の存在意義だと思う。まあ、キーワードは愛ですね。やっぱりね、あるプロジェクトだったり、あるお客さんだったり、愛がないとできないよねっていうのを同僚とか部下たちと話してたことがあるんですよ。やっぱこれは愛だよなと。いや、愛がないと絶対できないよねっていうような話をしてたんですよ。やっぱり一つの個性とか一人の人とかああいうことだと変わり続けるのはなかなか難しくて、いろんな人とかいろんなキャラクターとか性別はもちろんのこと、そういう人がたくさんいるんで、その集合体の中でよりよく変わっていくということだと思っています。もう経営のね、トップからこの取り組みをもちろんサポートし、自らも変わっていくことをみんなにも見てもらいながら、こうみんなでやりながら、で直しながら変えながらやっていくっていうものなので、それはいろいろな目線からその活動自体を、まあ、ある種レビューする目的も含めてやるべきだ。 No matter how small, believe in your own purpose. Our individual purposes together become strong enough to change society. The transformation starts here, from the top first. Purpose. Driven.